こんにちは。このビデオではブリッツリポートを作成する方法とパラメータを使う方法をお見せします。それでは、初期メニューの Excel アイコンからブリッツリポートを M を開きましょう。そして、あここに我々の銀行交差参考レポートがあります。ブリッツリポートアクセスプロファイルオプションを開発者として設定している場合、ここにセットアップボタンが表示されます。セットアップボタンの奥にはレポートの定義があります。ここでは、レポートジンとして銀行交差参考を確認でき、 オプションで説明文があり、レポートの SQL クエリーがあります。そして2番目のタブにはパラメータ定義があります。パラメータは通常パラメータ名です。パラメータを制限する SQL 条件とオプションの性セットまたは死のリストがあります。そして4番目のタブには割り当てがあります。割り当てはレポートのセキュリティを定義します。この場合、キャッシュ管理アプリケーションの割り当てがあります。 つまりキャッシュ管理アプリケーションにリンクされた責任を持つすべてのユーザーがレポートを実行することが許可されています。また、オラクル標準のレコンサイルバンクステートィメントショムレベルでの割り当てもあります。つまりこのフォームからもレポートを実行できます。そして3番目のタブにはレポートの分類があります。だからレポートを1つまたはいくつかのカテゴリーに追加できます。このレポートはエンジネティクスが開発したレポートの1つなんでエンジネティクスカテゴリーに入っています。 さてこのプラス記号をクリックして新しいレポートを作成しましょう支払い領域から単純なクエリを行いましょう AP サプライヤーからすべてを選択しますそして実行ボタンをクリックしてもう一度実行しますですると直接 SQL クエリーの処理が得られます。非常に基本的な SQL ですんで、戻りましょう。通常、レポートにはパラメータを含めることを望むでしょう。さあ、パラメータを追加しましょう。さて、今のところ、2番目のタブはグレーアウトしています。なぜなら、SQL クエリにアンカーをまだ定義していないからです。パラメータを追加できるようにするためには、例えばこんな風にアンカーを持つ必要があります。例えば1、on="1 のようにですね。 そしてそのアンカーを one equals in としてここに参照することができます。ここで SQL クエリにパラメータ名を入力できます。また他のレポートから既存のパラメータをコピーすることもできます。例えばパラメータ名をフィールドをダブルクリックし、他のレポートからサプライヤーパラメータを検索できます。そして、ね、ここで確認できるのは、例えばパラメータ名がサプライヤーであること、wear 業はベンダー名がベンダー名に灯し AP ベンダー名で、 リストは AP ンボイス支払いレポートからの AP サプライヤー。これをコピーすればいいのです。ということで、これで完了です。でサプライヤースのキャノアチのリセットができました。これでレポートをこのように実行できます。そして、ここでパラメータ日を提供するとどうなるかというと、パラメータタブで定義したウェアギが直接 SQL クエリに参入されます。最初のシートにはレポートのデータがあり、2番目のシートには供給のデータがあります。検査の記録があり、 レポート A、データース名、実行 B、リクエスト ID などが表示されています。また使用したパラメータや SQL クエリも見ることができます。例えばここでは AP ベンダミーの VA クロードが SQL クエリに我々のアンカーはニコル I の直前に参入されているのがわかります。Excel 処理の第2タブで SQL クエリを見ることができます。ログファイルでも SQL クエリを見ることができます。 リクエストを見るために移動するとすべてのビリッツレポートがバックグラウンドの同時リクエストとして実行されるのでそれを見ることができます。ここでログを表示をクリックすると詳細を見ることができます。例えば SQL クエリア使用したパラメーター、この場合は一つだけでベンダ名に返されたレコードの具一つを確認できます。ではレポート定義に戻りましょう。これを少し面白くしましょう。これはただの AP サプライヤーだからです。 AP in voice deep blue も追加しましょう。そしてテーブルをリンクする必要があります。APS と私たちの ID は乏しいベンダー ID。特典の列だけが欲しいです。例えば、ベンダー名と AP セグメントアンスをベンダーとします。 インボイスティブルから、す、え、べ、ー、ての列を取り出します、えー。このクエリは大きくなるかもしれません。そのためにね、インボイスで、えー、他を制限するためのパラメータも追加しましょう。2番目の人にいます。では2番目のパラメータを追加します。えー、それもコピーしましょう。インボイス日付、西風、うん、から、インボイス、日付から、これだ。達成しそうですね。えー、いや i いやインボイス、西風、大きいイコールインボイス、西風から、 これでうまくいくはずです。そしてインボイスデータも同様にです。今はこれらのパラメータを手動でコピーしましたが、新しいパラメータをすべて入力することもできます。例えば請求書の作成日を指定したい場合、インボイスデータと書くことができます。えー、そうですね。キプチから、そしてその後、アイアをバッククローズする必要があります。 イコールですここでバインド変数名として例えば infcreateDateFrom を指定しタイプはデットにするべきです。異なるタイプがありまして Oracle の標準タイプにキャラクターデット2分時間があります。それにはタイムスタンプの要素が含まれます。数字そして二列の異なる再セットの種類があります。Oracle の標準的なシャピのリストがローブオ a ラクルで これはオラクルの標準社へセットを阻しさらに2つのグリッツリポート専用の社セットがあります。でここでは皮膚なので、資源をかけましょう。例えば、一月二州地以降に作成された全てのものとして、実、え、行、ー、をクリックします。そして、今これは一月二州へ立在以降に作成された請求書のみになっています。 そして、アスタリスクを選択したんで、API の請求書で、エブルからすべての列を選択しました。大きなファイルで、多くの多くの列があり、ユーザーにはおそらく必要はありません。それで、SQL を変更して、関連する列のみを含むようにするか、ユーザーはテンプレートを作成することもできます。ここで、テンプレート画面を使用して、関連する列のみを選択できます。例えば、請求書の金額。のコマンとして,て インデーションは一段していません。2 0 0に移動します。で、バーワーチェーン、一致、失効すると少しちゃみやすくなります。なぜなら列が少なくなるからです。それは良いですね。そしてここにいくつかあ追加のものがあります。あー定義に戻ります。で追加のコットしてあ、例えばユーザーがこのようにレポートを広げて実行しないようにしたい場合、 これはパフォーマンスの問題を引き起こしかねません。我々のテストシステムでは十分遠いですが、ステータスを見れば執行中で、それほど多くのデータではありません。多分15万件ぐらいのレコードをですね、見てみましょう。はい、だから私のラボではテスト環境でファイルを履くのに忙しくなかった。で解放して実行するのはまだ可能です。 見ての通り、レコードは約14万6000しかないですが、NSC、うん、シ,システムでは、ユーザーに広範囲で実行させない方がいいです。それで特定のパラメータを必須にすることができますが、そうするとあまり柔軟ではなくなります。例えば、ここでは請求書の必要範囲を指定する必要がありますが、なきにはサプライヤーだけで実行したいこともあり、そのためのボタンがあります。 これは必須と呼ばれるボタンです。そして制約を入力することで、論理士を満たすことが必要になり、ユーザーがレポートを実行できるようにします。具体的にどういう意味かお見せします。このデフォルトボタンをクリックしてから、実行しようとするとメッセージが出てきます。少なくとも一つのパラメーターを入力してください。またもっと高度な処理を加えることもできます。例えば、1年間の被覆範囲は必要で、 計算もできます。例えば、請求書の被覆範囲は3元65日以下である必要があります。しかし、代わり、ニューザーがサプライヤー名を入力すれば、検証を通過することができます。例えば、ユーザーに向けたカスタムメッセージを作成して、サプライヤー名または被覆範囲を入力してくださいと表示できます。 1>, 1年間まで。そう、このようにえ。それで実行しようとすると、このカスタムメッセージが出てきて、例えば2005年1月1日の被覆範囲を入力すれば、レ <noise> ポートを実行できます。これです。<noise> 調整に制御できる必須パラメーターの制限です。 ユーザーがレポートを実行したいときに入力する必要のあるパラメーターを詳しく制御できます。そして、追加機能についてですが、例えばバージョン管理があります。SQL を数回変更したのをご覧になりましたが、ここを有にベージョン番号3が表示されています。ベージョン番号をクリックすると、レポートの履歴を表示し、誰が SQL を作成し変更したかがわかります。 ここでは、例えば、Where g i を追加しました。いろいろコメントを追加していきます。アディトエスは、編集と声と入力することができます。Let's just say, インボイステーブルを追加しましたと書いて、編集インボイスでターと言ることもできます。それでは、パラメータートについてですが、エロビクエリを少しだけお見せしました。 この指揮のリストについてもう少し説明します。様々なタイプがあります。ああ例えばサプライヤー番号を入力しましょう。APS。セグメント1の朝。サプライヤー番号のセットシ揮が欲しい場合、まずはオラクル標準のものを選び、何が見つかるか確認しましょう。 でここにオラクル標準の再セットのリストがあります。おそらくベンダーなんとかと呼ばれています。使用状況でカウントを確認できます。カウントはブリッツレポとですでにその紙のリストがどれくらい使用されているかを示します。ね、これは人気がありますね。あ21回使用されていますね。ここにベンダー番号のサミのリストがありますんで、こちらを選びましょう。 カリエツのリストクエリをクリックすると、左右セットの SQL 定義が表示されます。そのため、読み取り専用となっており、あ変更できません。オラクル標準の直セットのクエリを変更するには、オラクル標準の直セット画面に行って、そこで変更する必要があります。オラクル標準の内容セット画面には、テーブル名のための2 40文字の制限もあります。なので、 私たちは独自のチビのリストを作成しました。オラクル標準のスセットは我々がやりたいことには十分に柔軟ではないと感じたからです。で例えば、うん、この場合に修正したいのであれば、ベンダミンに説明を加えるなどが考えられます。ベンダファン語だけでなく、ここにベンダミンもあると便利ですよね。そこで式のリストのクエリを変更することができます。その前にどのように動くかお見せしましょう。 実行をクリックして、これらの番号の中の一つを選びましょう。アドネイ e はまだ高度な制限がかかってました。それを外して、一意検証なしに実行できるようにしますね。では、これらのベンダー番号の一つを選びます。それで今は実行中です。それでデータが制限されて何も見つかりません。 どういうことですか何も、ハウチームまマママのシローグファイルのネカネイト SQL クエリを見入れることができます。そして、アナウンスイダーカニースームが追いつあなます。そして、サプライヤー番号がセンスさんに制限されています。理由は、そのサプライヤーの請求書が単に存在しないからです。それが理由です。だから、請求書があるサプライヤーを選ぶ必要がありますね。 では、サプライヤーの一人を選びましょう。以前の Excel ファイルから選びます。ここに請求書がありますね。それから、ユーザーがとても好む機能もあります。これはこうしてサプライヤー番号のリストをコピーするだけです。そして、Excel のこのチェックボックスをクリッツウークして、複数の配慮を使用する機能が使えます。それでエディターウィンドウを開き、Excel ファイルからコピーした資料を貼り付けます。それから、このように実行できます。それでオラクルの画面を閉じましょう。 それで今これらのサプライヤー番号に対して実行していてすべての請求書を表示しますさて今はすべてのベンダーナンバーに対する請求書でターがありますこれを見てると多分もっと大きなファイルでもありますね見てみましょうそうですね3万3000巻のレコードですがそれでも結構早かったですまずこれが ORCIS 標準の ACC セットですが前にも言ったように ここでは簡単にクエリを変更できないのが気に入らないんで、独自のシリスト、エロブカスタムとローブを導入しました。エロブカスタムを選ぶと、ここでクエリを修正できます。例えばベンダー名を追加して、それを閉じて実行すると、ほら、ここに直接サプライヤー名が表示されてもっと見やすくなっています。 これがシリストタイプの動作方法で、このシリストを再利用したい場合、この特定のレポートだけに使用されているので、名前がありません。このシリストを他のレポートへちとなるパラメータにも使いたい場合、共有シリストとして保存ボタンをクリックして、サプライヤーナンバーとしてこれはテストレコードです。 そして、ここにありますし、他のパラメータに使うこともできます。はい、これらの両部については説明すべきことがもう少しありますので、おそらく別のビデオを作成します。では、これらの割り当てについてもう少し話しましょう。最初に言ったように、割り当てはレポートのセキュリティを決定します。今、レポートを実行するためには、開発者である必要があります。 割り当てががないレポートは開発者だけが見られますつまり、ユーザーがそれを実行できません。ユーザーのためにこれを利用可能にしたい場合、それを異なるレベルで割り当てる必要があります。そこで、オールカ標準レベル、リクエストグループ U がありますが、こちらもあまり柔軟ではありません。定には特定のアプリケーション内の全員にレポートを提供したい場合があります。それで、ここには異なるレベルがあります。アプリケーションレベルを選ぶとしましょう。 例えば、シェフ処理なら、シェフ処理アプリケーションにリンクされた責任を持つすべてのユーザーがそのレポートを実行できます。そして、もっと多くのレベルもあります。レポートをカウレンエなナバッコのユーザーに割り当てたり、コリアゲのユーザーやカウルエッさんのレベルを支配したりすることも可能です。すべてそれにより、非常に細かい BS で割り当てをコントロールできます。一番面白い課題はフォームの課題です。 例えば、オラクルカースタンダードフォームのレポートを請求書作業台にリンクすることができます。今回は AP 請求書作業台にリンクしてみましょう。つまり、制服部門によって請求書作業台に行くと、私たちは製造マネージャーとして、制服部門によって請求書画面に行きます。そこで、例えば最初の01月0.5の請求書をクエリ検索できます。 特定の請求書にいるとき、ここにありますが、このエクセルアイコンをクリックすると、今では粒子色だけでなく、い、e、い色の形がついているのがわかります。この黄色の形は、特定のお気に入りや、特定のレポートが、このオラクル画面にリンクされていることを示しています。この場合、いくつかの CF 関連や、請求書関連のレポート、そしてここ一番上に、新しい AP テストレポートがあります。ここから直接開いて、そこで実行できます。 あそして、パラメータ詞をデフォルトを話することもできます。例えば、あるサプライヤーの特定の請求書が入っていて、あ G、ブリッツリポールフィールードにサプライヤー名をデフォルトを話したい場合、フィールードを特定できます。あフィールード名、ブロックは ENV サムホルダー、フィールード名はサイトコードなしの時間違ったフィールドにいると思います。トレーディングパートナーフィールド、アドバンテージコープと申したかったんですが、はい、これが正しいです。 それでは、ブロック、i v サンフォルダーを取りましょう。フィールドはベンダー名と呼ばれます。開発者として、この課題の設定を完了できます。つまり、Oracle の標準請求書作業台画面から来た場合、請求書作業台の課題のために、フィールドベンダー名からサプライヤー番号をデフォルトとして定義できます。こんな感じです。それでは保存して閉じましょう。 そしてこの Excel アイコンをクリックすると、そのサプライヤーの微率リポートフォームが直接開き、実行をクリックできます。そうすると、そのサプライヤーの請求履歴がきれいにエクスポートされます。これがフォームの課題で、基本的にどのオラクルの標準またはカスタムフォームにでも、レポートを割り当てることが可能です。 パラメータ、定義やシビのリストについて説明することが少し残っています。様々なタイプがあります。例えば様々なタイプのアンカーもあります。これまで基本的なシビのリスト、一つのアンカーについて説明しました。これらの役のあるアンカータイプの使用方法、依存性の使用方法、様々な種のリストの使用方法を説明する追加のビデオを作成します。ご覧いただきありがとうございます。